皆さんこんにちは。リビングライフの時間です。今日は1月10日、遮ることのできない真理の光、神の国の生命力と題しまして、メッセージを取り付かせていただきます。私はニューヨーク東京の加藤伊作です。どうぞよろしくお願いします。マルコの福音書4章21節から29節。また言われた。明かりを持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。今日のこの箇所は、神の国、そして真理の御言葉がどのように人々に伝えられていくのか、またそれらは明らかにされていたり、また隠されていたりする、そのようなふうに私たちは見受けることができますけれども、このイエス様のお話を通して、イエス様はこの神の国、そして真理の言葉をどのように表され、そして人々に伝えられていたのか、イエス様ご自身が語られた箇所を通して見てみたいと思います。まず21節のところに、主はこう言われました。明かりを持ってくるものは、マスの下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。確かにそうですね。明かりを寝台の下とかマスの下に置いてしまえば、暗いところでその光が灯っていたとしても、明るいところでそれが多くの人々の目につかなければ、その明かりがですね、意味をなすことはありません。私たちもイエス様、世の光ですと言われましたけれども、私たちはこのイエス様の光を輝かせる存在として私たちは召されています。そしてこの光を本当に放つときに、私たちは暗いところにとどまるんではなくて、多くの人々が見える、広くて遠くの方にいても見えるような場所に私たちは行く必要がありますね。灯台を皆さんご存知だと思いますけれども、岩場に隠れているような、そのような場所に灯台はありません。灯台があるのは高台のところにあって、遠くの方にある船もその光を見て、その陸とのですね、距離感を測りながら、また自分たちがいる位置をですね、確かめながら、彼らは航行して、また操業しています。隠れているのは必ず表されるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです、というふうに書いてあります。イエス様はですね、私たちに神の国のこと、そしてその真理について隠されたままでいるんではなくて、それを明らかにされたい、そして多くの人々の目につくように、あからさまになるようにしたいというふうに願っていらっしゃいます。先ほど私たちは光だという話をしましたけれども、この光というのはですね、自分たちが光を放つ、まるで太陽がですね、恒星と言われて、自らこう光を放つ存在でありますけれども、
この太陽な存在ではなくて、これは神様が光を放っていらっしゃる存在ですけれども、私たちは月のような存在ではないかなと思います。月は太陽の光をですね、反射させて地球に光を届け、夜を司る、そのような神様の被造物ですけれども、私たちもこのイエス様の光を私たちの人生を通して反射させて、人々に、ああこの光は素晴らしいな、ありがたいなというふうに思われるような、そのような存在として日々神様を信頼しながら歩んでいくことって大切ではないかなというふうに思います。23節でイエス様は、聞く耳のある者は聞きなさいと言われました。聞く心のある者は聞きなさいというふうに言い換えることができるかもしれません。私たちは神様が言われる言葉、イエス様が言われる言葉に聞く耳を持っているでしょうか。24節では、聞いていることによく注意しなさいとイエス様は言われてますね。これは私たちの聞き方、この聞き方に注意しなさいと主は言われていると思います。なぜ聞き方が大切なのか、それは私たちにとって霊的な祝福へとつながるものとなり得ますし、もしくは聞き方が悪いと、それは霊的損失を招く結果になり得るからです。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられますというふうに書いてありますね。私たちがこうどのように測るのか、物事を見ていくのか、それってとても大切です。要するに私たちのですね、この評価の仕方とか、どのように価値観を置くのか、またどのようにその物事を見ていくのか、この見方っていうのはすごく大切ですし、また聞くことにおいても同じですね。聞き方が良ければそれは祝福となり、聞き方が悪ければそれは損失となってしまう。神様は私たちに知恵を与えられようとしています。25節に、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいますというふうに書いてあります。私たちはこの神様から与えられた知恵を自分たちが適用するのか、またそうではないのか、そのチャレンジも与えていらっしゃるように思うんですね。私たちが本当に知恵を得るならば、それは自分自身のための祝福にもつながりますけれども、より多くの人たちの祝福へと流れていくものとして、自他ともにですね、祝福を得ることができます。しかしこの知恵を私たちがいただかないならば、祝福が与えられないだけではなくて、むしろ、損失につながっていってしまう。損失は拡大されてしまう、取り上げられてしまうというふうに書いてありますから、私たちは神様が語られるこの本当に真理という素晴らしい宝物、そこにある知恵、そしてこの神の国というのは神が支配されるという意味ですけれども、それを本当に増し加えていくために、私たちは自分たちの聞き方、真理へのこう向かい合うその態度、姿勢、とても大切だと思います。26節、また言われた、神の国は人が地に種をまくようなものですというふうに書いてありますね。種まきの人、彼らは収穫を願って種をまきます。これは投資とすごく似ていますね。まだ先に見えないものに対して今すべきことをするならば、やがて時間の経過とともに祝福、また収穫は得ることができる、そういったものですけれども、神の働きをするときも私たちに種をまくことを主はですね、願っていらっしゃいます。27節、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。人にはどのようにこの植えた種がですね、芽を出してそれが大きくなっていくのかわからないものです。自然にそれは大きくなるっていう言い方を、人々はしますけれども、この自然を作られた神様が、この種をですね、成長させてくださってますね。ですから神様が成長させてくださるんです。そして大きくなったもの、実を実った状態になったもの、そこまではですね、人手によらなかったけれども、実を実った段階になった時に、今度はですね、29節、実が熟すると人はすぐに釜を入れます。
収穫の時が来たからですというふうに書いてあります。つまり収穫は人がすることだというふうに書かれていますね。ですから種まきは人がすること、でもその間の成長は神様がしてくださること、そして収穫はまた人がすることだというふうに言っています。私たちは御言葉の種をまくものです。真理を伝えるものです。神の国を広げていく働きに関わるものですね。でも私たちはまずその働き、種まきの段階の働きは私たちに託されていることですから、それは私たちが与えられた使命としてやることですけれども、その信仰が与えられて、そしてそれが救いに導かれるのは神様がしてくださることですね。で、救いのための招き、それも今度私たちは同じように収穫の働きに加わるわけですから、どうですか、イエス・キリストの救いを受け入れませんか、そのような招きをしていくこと、これもとても大切なことです。ですから真理の言葉、神の国において隠されたままでいるんではなくて、それが明らかにされていくために私たちにできることもあるんだということですね。でもその働きは神様が備えてくださって助けてくださいます。この主に、今日も信頼して歩んでいきましょう。今日は遮ることのできない真理の光、そして神の国の生命力ということでお話をさせていただきました。真理の光、私たちは遮ることができない、そして遮ってはならないものですね。それを明るく、広く、それが照らされることができるように、また輝かされることができるように私たちは協力していくこと、とても大切なことです。そしてそれを本当に与えられた光によって人々の中に命が与えられ、そしてそれが成長していくことができる助けを、そこは神様がしてくださいますけれども、最終的にですね、私たちが収穫の技にもかかることができる、このことを覚えて感謝して歩んでいきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。恵み深い私たちの愛する天のお父様、あなたは私たちに御子イエス様を使わせてくださって、私たちを救ってくださっただけではなく、あなたの収穫の技の働きに関わるものとして召してくださいました。主よ、私たちはあなたの国の福音を述べ伝えます。真理の言葉が人々の心に植えられ、それが本当に光のように輝かされて、人々がそこに真理を見て彼らの成長を信仰が成長していくことができるように、主よ、私たちが種をまき、また本当に収穫の時が来たならば、私たちがその収穫をするものとして、神様が収穫してくださるその働きにおいて、私たちも共に収穫の技に関わるものとして助け導いてくださいますように、この真理の言葉をますますこれからも一人でも多くの人々に述べ伝えられていくことができますように願って、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。